ございます。はい、もう何度も、はい、伝説の鬼と言われた僕も戦ってますから、ね、はい、いくらぐらいか、100円ぐらいか、はい、ドラマスといえばドラマスですから、はい、100円から。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。ただし20万円以上になりますと5万円刻みで上げていただきたいと思います。それでは豊田真奈美のドレレス姫はじめ100円からスタートします。100円、20万、30万、40万、45万、47番の方45万円、他にどうですか、他にいかがでしょう。45万円、よろしいですね。彼は何歳ぐらいなんですか。24です。24歳。プロレス経験はあ、ないです。45万円、他にいらっしゃいませんね。それではプロ商品45万円でハンマープライス、どうぞその座ったままでお金をお支払いください。吉井さん24歳、職業建設業、本日の予算、お、よかったですね、予算以内に収まりましたね。今までお世話になったプロレスにまたお世話になるというどうですか、あの吉井さん、座ったままでお金の方をお支払いください。着替えてやる、そのままですか。どうなんですかこのままやってほしいな。そうなんですか。その方でドロレスを豊田さんとすぐやっていただくことになりますが、あの見上げた顔とりあえずお金払うそうです。どんな技を彼だったら、どうすればいいですかね。何が一番効きました。まあ、あの戦う時、はい、この帯攻撃は、帯はとりあえず豊田さんやられた時はキャーッって言ってくださいってあれごめんなさいなわかりました。からスタートしていただいて本気にちょっと言っていただければ、はい、激しい技をよろしくお願いします。はい、45万円でお買い上げ、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの放送は水野の提供でお送りしました。適勝明けましておめでとうございます。ご一家でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でもこれ安いっていうのは安いですよ。いいですよ、安すぎますよ。お正月は太陽通信カラオケ X ゴーゴー。DC カードすごいね、お願いしますよ。これほらビニール上げちゃうと全部入ってる、来てる、来てる。というわけで、はい、西さん来ました。今度45万円でお買い上げしてくれた吉井秀樹さんです。イエイ、なかなかですね、お宝も見事です、ねね、一応あのこのサラリーマンだっていうことで、これはネクタイ、サラリーマン俺代表してということ、ちょっと手が少ないかな、ネクタイだけはちょっと自前でね、今日はちょっと汚れてもいいかなって感じするんでね。どうですか、いいな、このコスチューム変わった感じは。豊田さん、お尻これぐらい出てるんですよ、見てお尻がちょっと出てますか。ルールの方はですね、非常にですね、時間的には、時間的にはあれですけども、ギブアップしたら当然負けですね。はい、ギブアップと、あとカウントも、はいはいはい、カウントはじゃあ私たちが、3カウントしましょうか。はい、ですね、じゃあ早速ですね、まず豊田さんのですね帯を戦う前に、ね、吉井君がくるくるくるっとやってから始まります。頑張れ石井、あ、これ引っ張ればいい、頑張れ、まあ一応ね、ここからもう試合開始だからね。制限時間は5分間。よっしゃ、これ俺らやばいんじゃないこれ。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。5分間、3カウント、フォールかギブアップ。
さあ、くるくる。まあ、一応お約束が終わったと。お。制限時間5分から3カウント、フォールかギブアップで終了です。はい。さあ、リングの中央へ。綺麗にことぶきとできたこのドロレスのリング。さあ、2人とも入場して入っていただきましょう。よく、よくアキレス腱とか伸ばしておいた方がいいぞ。大丈夫か。おう。マミちゃんやっちゃって。それでは、さあ、センターの方にどうぞ。お送りしましょう。頼むよ。タイチンランド、カン。足をかけて、おぉ、吉井君ちょっとプレスターですね。これ危ないでしょ、これ。そうだ、石井、いいぞ。バラチカーレイカーレイ、出して勝った彼はコールがなく寂しい状況。再開離れましたね。あぁ、おいおい、早く、もったいないから行け。なかなか、おっと、ネクタイを持って、ネクタイ使う。イミング胸に当たっている状況ですか。いいですよ。まあ、行ってこいでチャラでしょう、ね。さあ、ここからどういう、ちょっとトヨタ選手も苦労しますかね。吉井君がちょっと苦しんでましたね。苦しそうですね。頑張れ。おっと、またもや首を持って、このまま上げて倒すのか。さあ、吉井、吉井君挑戦してますよ。持ってけ。後ろ回った、後ろ回った、スリッパだ。うわ、今後頭部大きいね。会場からは落とせ、コール、おー、すごい、いいですよ。僕、生で見るの初めてなんです。これなかなかですね、妙に生々しいです、ね、ちょっとお約束っていうのが欲しいですね、はい、なんかね、おーおーっと、泥かけ攻撃顔面。これは苦しいですよ、かなり。これ息できないですよ、これ、私も経験ありますけどね。どうですか、山本さん。非常にですね、いや、おー、2分経過。2分経過。2分、石井3分しかないぞ。テーブルですね。テーブルですね。おっと、泥持って、足取りを行った。チェンジャー。お、豊田選手、まだ余裕ありますね、顔に。非常にこの時間帯、つらいんですよね。ここしのいでほしいですね。あのままパンツを下げると、まあ、見えないですか。おっと、あ、でも幸せですね。ちょっと苦しいですよ、息できませんよ。ギブアップの場合は、手を回してください。なんか、ムツゴロウみたいになってますよ。これはすごい田んぼぴょんぴょん飛び出したし、なんか竿ですくい上げたい感じします。タラ、おお、やられました、やられました。さあ、ヘッドロックの、まあ、バックドロックだ。いった、いった、いじちょっとそれ、さあ、挑戦者は一言も口聞いてくんないんで、どこでいいんですよ。トヨタ、トヨタ、はい、トヨタ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 、おっと、腕を取りましたよ。関節入るか、関節入るか。おっと、しかし滑ります。踏まれ、踏まれて、へぇ、トヨタ投げろ、滑っちゃう。おぉ、なかなか投げ技がですね、滑っちゃうんですよ。手が抜けちゃいます。はい、デブはあの、ドローンスの経験で、おっと、1回ぐらい見たのも初めてですから。これいいもんですね。おぉ、ちょっと息をできなくさせる。ああ、これは生でやってるっていうのがすごいですね、これね。はぁ、後ろに回ってこのまま大きな技が一つ出ると、マッキー、おお、4分経過。頑張れ、頑張れ、おお、すごい蹴りだ、蹴りだ、後ろ下がりの少し、おお、おい、このまま、おお、ああ、
つかだけでも分かんないですね。さあ盛り上げる意味で大技が欲しいな。あと30秒しかありません。あのなんだっけ、石井しがみつくんだ。投げるにも滑りますからね。残り30秒ありませんよ。はい、足落とし、うわし、でも石井幸せ者。考え、日本に言っちゃやらしくも見えますからね。そう、ギブアップか、ギブアップか、ギブアップか、ギブアップ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 、どうでしょうか、ギブアップ、ギブアップ、立てました、チャレンジャー石井、よくやったよ。よし、泥が辛くて呼吸ができないです。いやナイスゲーム、イエーイ。トゥーさん、トゥーさん、戦ってみていかがだったでしょうか。なんか柔道やってるって聞いたんですよ。なるほど、柔道やってたんだ。どうだった、こうアキレス腱固め決められた瞬間、なんとも言えないこの股間の感じっていうのは。もう新年早々演技がいいなと思って。新年ほうほう、演技がいいよって。鼻の穴に泥が詰まっちゃってます。新年ほうほう、泥が、この格好しても少しだけ照れてるのが叶いませんね。大丈夫ですよ、自由で。なんか思い出残るお正月と、もう今年もこれでこのまま一気に、このままで。裸にネクタイ似合ってましたよ。素晴らしい。じゃあ皆さん、豊田選手とですね、この吉井君にもう一度拍手をどうぞ。なかなかでしたね。最後でもいい、あの、なんていう技ですか、あれ、アキレス型。アキレス腱型。最後は。最後は足も抜けずに決まりましたね。決まりましたね。残り時間も何秒で決まったという。はいはいはい。嬉しい限りです。大丈夫。今ちょっと来てますね、また。泥が入ってる。泥がだいぶ飲み込んじゃって。はい、泥がだいぶ飲み込んじゃったと言ってました。もう一回やれば。第2ラウンドは。いやいやいや、生ですからね。今どうしてですか、コマーシャル入ってるんですか。コマーシャル入ってない、今入ってない。急に伸ばしが入りました。ダペジーはダペド。あらめ。まさか。でも45万だったら安いよね。これやれて。ね。あ、そうか。耳なんか入っちゃった。全然聞き取りにくいです。一人でぐらい全部入っちゃってるの耳。じゃあコマーシャル行ってもらいましょうかね。はい、45万でお買い上げです。ありがとうございました。ここまでの放送は DC カード、台東、中央出版の提供でお送りしました。ねえねえ、お外で撮りましょうよ。ツーツーツー。